ベーコンです。今回2023年のウルトラソニムで唯一の東京神戸両方っていうね、神戸編のベーコン最高でした。本当に最高でした。素晴らしかったです。さすがです。セットリストももうなんかぶち上がるセットリストやったし、コードさんすごいなと思いましたね。僕神戸編のもう一個の向かい、僕らの向かいのステージの鳥だったんですよ。だからベーコンが演奏するのを僕らはステージ上でセッティングしながら見てるっていう状況だったんですけど、僕はすごいもうテンション上がってステージ上からこう動画撮って、それをこうインスタのストーリーに上げようとしてたんですよ。でなんか文字とか書いてこうやって携帯見てたら、なんかふと横見たらコードさんここにいたんですよ。びっくりしました。コードさん普通に演奏の合間にお客さんの間バーッと通ってこっちのステージに登ってたんです。そこで固い握手を交わし、またコードさん戻っていきましたけど、びっくりしました。本当に素晴らしいライブでした。本当になんかパワーボップ、俺たちは日本代表やって言ってましたけどね、まあ本当にそれはそうだと思いますね。もうベーコン先輩がいてくれたから、ナードマグネットは今こういう音楽性で自信持ってやれてるっていうところがやっぱりあるなとひしひし感じました。すごく元気が出ました。なかなか東京で見られる機会もないかなと思いますんで、コードさんも言ってました。東京は盛り上がるでって、東京の方が多分盛り上がるでって。もう神戸もだいぶ盛り上がってましたけどね、東京の方が盛り上がるらしいね。はい、トリストどんぐらい帰ってくるんですかね。楽しみですね。ぜひ大阪にはこんなすげえバンドがずっと昔からいるんだぜっていうのをね、東京の皆さんにも感じてほしいなと思いますね。あれですね、ベーコン楽しみです。よろしくお願いします。